皆さんこんにちは、ゆなです。この度ですね、ゆなチャンネル1万人登録者達成しました。ありがとうございます。やっぱりね、YouTube をやる以上、1万人っていうのはすごく目標にしていた数字ではありますので、1万人達成したっていうのを朝起きて見た時は、本当にめちゃくちゃ嬉しかったです。この1万人を達成するにあたって、すごい協力してくれた人が本当に、まあなんか周りでね、撮影協力してくれたりとか、チャンネルにアドバイスしてくれた人とか、もちろんね、一番はこう、今見てくださってる皆さんのおかげで、1万人になることができました。本当にありがとうございます。でもこれからももっといろんな方に見ていただけて、見ていただくだけじゃなくて、見ていただいた上にすごい楽しかったとか、何か一つでもいいから、学べたじゃないけど、少しでもこう新しい発見になったりとか、そういう動画をこれからも頑張って撮って作ってまいりますので、今後ともよろしくお願いします。今回1万人になったということで、インスタで質問をちょっと募集してみたら、質問をねくれた方たちがですね、結構いらっしゃったので、今日は質問に返していこうと思います。まずは、何年生まれですか？1996年平成8年生まれです。どうしてそんなに細いんですか？体型維持で気をつけていることありますか？スタイル抜群ですね。差し支えなければ身長体重教えていただけますでしょうか、っていう質問が結構来て、結構体型になって、気になっている方が多かったみたいで、164センチで、体重はあんまり測ったりしないんですけども、多分43キロか44キロぐらいうろちょろしている感じです。細いのはもちろん体質っていうのもあって、私すごくイカ水なので、あんまりその太りにくい体質では昔からあったっていうのと、あとはその、ご飯は結構好きなだけ食べてるんだけど、昔はすごく食べてて、最近はちょっと年齢の関係もあって本当に食べれなくなっちゃったんですけど、いっぱい食べてた時は、私は飲食店のアルバイトをしてたんですけど、週5とか週6で働いてたんですよ。で、本当に飲食店で働いている方ならわかると思うんですけど、めちゃくちゃホールって歩き回るじゃないですか。その歩き回るのが多分いいダイエットになって、そんなにこう食べてもそこまでなんか太ることはなかったみたいな。で、結局運動がやっぱり大事なのかなって思います。あとはなんか食べ過ぎたなって思った次の日は炭水化物抜いたりとか、やっぱちょっと体重いなって思う時もあるので、炭水化物抜いたりとか、あとは私も最近だと YouTube の編集をする時間と、あと普通にフルタイムで働いている仕事の方をするので、パソコンに向かってる時間がすごく長くなってしまったので、夜は必ずストレッチだったりとか軽くワークアウトしてます。おすすめはですね、このマットフィットさんのストレッチバンドのやつが私すごく好きでよくやってます。はい、次の質問。自分らしさを貫く秘訣は？自分らしさを貫く秘訣は、相手は多分自分が思ってるほど自分に興味がないっていう風に思い込むことかな。で、実際そうなんですよ。なんか人って、例えば何かの大会に出て優勝したら、わーおめでとうって30件ぐらい来るけど、あー勝てなかったっていう報告しても、多分あー頑張ったねっていう人って、本当に仲いい 2,3 人ぐらいしかいないんですよね。人ってだから自分のことあんまり興味ないというか、あんまり自分以外のことで見てないので、自分らしさを貫けない時って多い時って、他人の意見のせいで自分らしさを貫けない時って多いと思うんですけど、他人の意見は本当にもうその場のテンションで言っちゃったりする場合もあるし、基本的に四六時中自分のこと、その相手のことを考えてる人ってあんまりいないと思うので、気にせず自分が正しいなって思ったことを貫き通せばいいと思います。ノイズだと思うことなのかな。足を引っ張るような意見を言ってくる人ってどうしてもいるから、それをうまく割り切ることが大事なんじゃないかなと思います。気にしても仕方ないこと、ネガティブに考えてしまった時の対処法を教えてください。思いっきり落ち込んで自分が納得いくまで考えることを。ネガティブになってしまったことって、何かのきっかけでネガティブになってしまうことが多いと思うので、じゃあ次からどういう風にそういう風にならないとか、対策考えたりとかして、どういう風にうまく自分の気持ちと折り合いつけるじゃないけど、割り切るかを考えるのがすごく大事。さっきのちょっと似ちゃったんですけど、うまく割り切る方法、男とネガティブになって、とことん向き合って自分のそのネガティブな感情って無視すると溜まって、後々大変なことになっちゃうから、もうその都度ちょっと向き合って、どうしたらよかったんだろう、こうしたらよかったのかなっていうのを考えて、で、解決策じゃないけど、そういうのが見つかってから自然と多分立ち直れるんじゃないかなと思う。あとは友達に話したりとか、リラックスしたりとか、いっぱい寝たりとかもすごく効果的だと思います。聴く曲は日本の曲が多いですか？私あんまり音楽聴かないんですよね。日本語、中国語、英語どれも聴くんですけど、あんまり、でもめちゃくちゃミュージックイズライフみたいな感じじゃないんで、
っていう感じです。日本に来る予定はありますか？あります。以前ね、コロナになる前は年に2回ぐらい帰ってたんですけど、最近全然、コロナがね収束したら、収束っていうか、まあある程度落ち着いたり、自分がワクチン打ったりしたりとか、多分いずれワクチンパスポートみたいなのできるんじゃないかなって。実際もフロリダのディズニーもワクチンを打った人たちだったら入園できるみたいなワクチンパスポートができつつあるから、まあもうすぐ正直なんだろう、落ち着くんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ落ち着いたら行きたいなと思ってます。ロスに引っ越したら今の彼氏さんとは遠距離恋愛になるのですか？なります。向こう日本に行くので、日本とロスの遠距離恋愛になります。肌を見せる服を着て、多く着ていらっしゃいますが、毛の処理とかどうしていますか？よければ教えてください。毛はそこまで私生えてないので、全部カミソリで剃ってます。とコミュニケーションを取る上で意識していることはありますか？相手を傷つけない言い回しをすること、あとはなんか大人数で遊んでいるときは、私は結構おしゃべりなので場を回すことが多いって言ったらちょっとおこがましいようなんですけど、結構なんか私が主体となってしゃべる回ってすごく多いから、仲間外れになっている人がいないようにすること、まあ結局はそのみんなを傷つけずにみんなを楽しませれるっていう風に意識してコミュニケーションを取っています。目上の人とか、あのビジネスとかだと無難に終わるんじゃなくて、すごく印象に残った形で終わらせたい、その会をっていうのはすごく意識してます。無駄に終わると次がないから、次につなげないから、まあ、あんまりなんだろう、その失礼粗相とかがなくても無駄に終わってしまったら、あんまりプラスにはならないのかなって思ってて、ちょっと何かあって印象に残って、はあ、またこの子と話してみたいなって思ってもらえた方が絶対自分にメリットがあるので、それをちょっと意識するかな。どういう風に自分を見せるとか、まあ見せ方とかもすごく大事だと思います。ハワイでおすすめのカフェ教えてください。カフェの動画はね以前撮ったことあるので、よかったらこちら見てみてください。で他にもおすすめはアースカフェとかもすごくおすすめだし、モーリーズとかもちょっとカフェレストランみたいな感じだけど、モーリーズとかもおすすめ。モンサラットはすごくおすすめです。5月にロンドン留学に行きます。おめでとうございます。海外で生活する上で心構えは何かありますか？海外で生活するってなると、やっぱり日本よりは治安が悪いところがほとんどなので、ちゃんと警戒心を持つことで、疑いを持って挑むことってすごく大事なのかなって思います。ロンドンの治安状態とかそういうのあんまりわからないんですけど、海外なのでやっぱりその警戒心を持つこと、あのホームシックとか、まあ、なったりすることもあるかもしれないけど、留学っていうとやっぱり時期がすごく限られていると思うので、じゃあいかにその時間を充実させることね、あとは、恐れずにチャレンジしていくことですかね。応援してます。頑張ってください。SNS で海外の方とコミュニケーションを取るのは英語の勉強としてありですか？全然ありです。むしろ海外の実際生の英語を触れることによってすごく吸収できるものってあると思うので、もうガン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 喋っていきましょう。ぶっちゃけひなこちゃんとゆなちゃんはどちらの方がネイティブレベルの英語を話せますか？ひなこってね、知らない方はね、私の親友でよく Vlog とかにも出演してくれる私の大親友です。ひなこと私は発音で言うと、多分私の方が若干うまいかなっていう感じですね。そんなに差はないんですけど、ま、私が10歳の時にこっちに引っ越してきて、彼女が14歳の時にこっちに引っ越してきたから、ま、お互いアクセントあるんですよ英語には。私はよく言われるのが日本語と中国語のアクセント入ってるよねって言われてて、で彼女は、まあ、まあ日本語が母語なので日本語のアクセントが入ってるって言われるんですけど、ま、両方アクセント入ってて、発音は若干私の方がうまいかなっていう感じなんですけど、もう書いたりとかは全然ひなこの方が上だと思います。ちゃんとね大学、あの子はちゃんと勉強してきたし、ちゃんとなんか宿題とかもすごい課題向き合ってやってきたので、断然私より書くのがうまいのと、あのお付き合いされている方がですね、英語のネイティブスピーカーの方なので、英語を使う場面がまず私より多いから、まあ、全体的に見て全然ひなこの方が英語私より全然うまいと思います。ハワイに行ったらここは絶対行っておけって場所はありますか？あります。ハワイに行ったら絶対オフザフックのポケを食べてほしいです。めちゃくちゃ美味しいですよ。私ポケは結構週3とかで食べないと禁断症状が出るって言ってるぐらいポケ大好きなんですけど、オフザフックはその中でも一番美味しいです。ぜひ食べに行ってみてください。アメリカの大学に留学して2ヶ月ですが、宿題ばっかりで話せてません。どうするのがいいですか？そう、最初の半年ぐらいは結構課題とかでいっぱいいっぱいだと思う。すごいアメリカの大学って課題がすごく多いんだけど、後から多分上手い手の抜き方だったりとか、じゃあこういう風にした方が効率いいなっていうのも後々分かってくると思うんで、人のキャパって最初が例えば5だったら、5やってる時って本当に何も見えてこないんですよ。でもキャパが5だとして、でずっとそのキャパのマックスで頑張ってったら、いずれそのキャパって広くなっていくから、じゃあそのキャパが大きくなった時にまたそういうコミュニケーションを余裕を持ってねすればいいと思います。余裕を持ってる人ってね素敵だから、どうせね余裕を持った状態で行った方がコミュニケーションとかも円滑に取れるんじゃないかなと思います。もし4つ目の言語を勉強したら何か勉強したいですか？言語はね正直もう3つでいっぱいいっぱいなので、英語も私全然まだアクセントが中国語と日本語残ってるので、今の自分の言語レベルにも満足はしてないから、
からもう一個手出すのはちょっとなんだろうな、まだちょっと調子乗ってるというか、ちょっと私の中で違うなって思うので、多分4つ目の言語は勉強しないと思います。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。好きな人には自分から行く派ですか待つ派ですか。好きな人は、来させる派です。自分からなんか告白とかはしないんですけど、なんとかしてこっちに興味持ってもらうようになんかそれっぽいアプローチします。なんかよく言われてるのが、ちょっと思わせぶりな態度を取ると男性は結構お、俺のこと好きなんかみたいな思ってちょっと興味を示すパターンが多いらしいので、そうだね、昔はしてたかな、21か21の時まではそういうのもしてたけど、まあ昔はね、私もモテとか興味あったんですけど、なんかそういうことをしてモテたのはいいものの、でも自分に気持ちがないとどうせね、ごめんなさいって言わなきゃいけないから、それはなんか相手を傷つけるのも嫌だし、だからなんかモテない方向に今はなっちゃったんですけど、でもそのどうしても落としたいっていう人がいたら、ちょっとこう思わせぶりな態度を取ってみるといいのかなって思います。まあ、だから自分から行く、相手から来るのを待つじゃなくて、相手から来るように仕向けるかな、私の場合は。で、最後にですね、人生のモットーはありますか。人生のモットーは低空飛行手抜き上等です。これ聞いたらね、最低野郎だなって思われるかもしれないんですけど、そういうわけではなくて、人生においてやることっていっぱいあるし、でそれ全部手が回るわけじゃないから、全部全力でやるっていうのは私は違うなって思うんですね。じゃあこの場面だと自分の持っている力の2を出せばうまくいくのに、4を出してる人を見るともったいないなって思うから、ちょっと手を抜いていいところと、じゃあここは全力で行かなきゃいけないところの目利きをするってすごく大事だと思うから、手抜きをすることによって他のことがうまく運ぶっていう場面も絶対あるので、私は手抜きは全然していいと思いますので、手抜きもします。でこっちの大学ってそのファイナルって言って、まあ、最終試験みたいなのがあるんですけど、まあ、今までの点数とその最終試験の点数合わせて何その単位取れるかどうかみたいなのが判定されるんですけど、私のその科目の中でなんかファイナルの前にまずその計算をしたんですよ。計算して私が多分そのファイナルで 30% 取ったらパスできる、単位が取れるっていう計算だったんですね。だから 30% 分の勉強しかしなかったです。で実際テストの点数とかも本当に 30% ギリギリの点数を取って、まあ、ギリギリ単位ゲットできたんで、すごいうまく手を抜けたかなっていう感じです。どこで手を抜くかとか、どこで手を抜かないとか、その見聞きはすごく大事だから、低空飛行、私の人生のモットーです。いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、10万人達成しましたけど、これからもね、5万人、10万人と目指して頑張っていきたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。